お疲れ様です。今撮ってるのはジャパン、アジアオープンか、で結構早々にね、今出した動画でのラウンドで敗退しちゃって、でだいぶ後になるんですけど、まずはね、応援してくれた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんの人に応援していただいてめちゃめちゃね嬉しかったし、まあでもすごい結果、すごい不甲斐ない結果だったんで、俺もめちゃめちゃ悔しかったし、もう本当に何日間かね全くやる気も出なくて唖然としちゃって、まあなかなかね動画出す気にもなんなかったから、まあ今こうやってねしばらく経った後に撮ってるんですけど、いや本当に全然ね、まあ本当試合中あのヒートだけ波来なくなっちゃって、動き方もねだいぶ作戦とは違ってもうちょっと乗る予定だったんですけど、何も3本ぐらいしか乗れなくてね、まあ、もうちょっと手前で乗っとけばなと後で思ったんですけど、まあプラリティ持ってる時にねなかなかいいのつかめなかったのが範囲かなと思って、ちょうど持ってない時にセット来て、で2本ともね、乗られちゃって、乗りたかった波、まあそれはねまあ波の運もあるし実力もあるんでしょうがないですけど、まあこの負けた
位置がね今の自分の実力だと思って、また次に向けてねもう一回気合い入れ直して、これからも頑張っていこうと思うんで、また応援よろしくお願いします。本当でも今回結構気合入ったっていうか、4人に残れば CS テレだからそのつもりで挑んでたんで、結構もう1年間どうしようかなって思って考えてたんですけど、基本的にはやっぱり QS の方をずっと目指してたから、多分これから来年の4月までまた来年の CS の出場権かけて、QS やるかどうか分かんないですけど、やってくれたらそれをしっかり出てって感じで、あとはね今後の動きとしては JPSA の資格取ったんで、今の、JPSA を回りながら子供たちの練習試合とかいろんなことをちょっとチャレンジしてまた行けたらな、年にしたいと、なんとなくね今年してれなかったから、そういう感じで覚えていこうかなと思うんで、YouTube もねしっかりっていうか、撮れるときこうやって撮ってあげていこうと思うんでね、また皆さん楽しんで見ていただけたらと思います。とりあえず本当に応援してくれた人たちには申し訳ないですけど、これからもね応援してもらえたらすごく力になるし嬉しいんでね、また楽しんでサーフィンの方、僕のサーフィンの方を見てもらえたらと思います。でアジアオープンが終わってすぐジャパンオープン、強化指定選手のジャパンオープンが足並みめくりだったんですけど、それ3位入賞で、優勝には行くことが分かったんですけど、3位っていうね、メダルももらえて、その動画もね、後日出す予定なので、ちょっとね遅れ、この動画と出すのが遅れてるからちょっと遅れてますけど、その辺もね見てもらえたらと思います。そんぐらいかな。そんな感じでとりあえず、ちょっと落ちてたんですけどね、また徐々に気持ち入れ替えて復活して、サーフィンのね練習励んでいけたらなと思います。あとね、CS のね、出場権を手に入れた4人の人たちがね本当おめでとうって感じで、今年1年ね楽しんでその人たちのチャレンジをね俺もライブで見ながらね応援したいと思うんで、それ見ることでね俺も出たいなって気持ちをさらに上げて、また練習の欲につなげようと思うんでね、優勝したレオもおめでとうございますっていう感じですね。ジャパンオープンになっていったけど、動画でも行ってきます。そんな感じで、またちょくちょく YouTube の方もアップ していこうと思うんで、ジャパンオープン、昨日ジャパンオープン終わってこれ予約取る気になって撮ってるんですけど、昨日ジャパンオープンはなんか結構楽しく試合できたから、なんかちょっと気分もね、そう気分もちょっとねみんなと話して、ウェーブプールの試合だったからさ全然雰囲気が違ったから、なんかシリアスな感じじゃなくて、もうできなかったらできないべみたいな感じだったよね。おー決めたーみたいな、誰決めた感じだった、楽しかったね。でもなんかあれだよね、オリンピックのスケボーみたいな感じだよね。ちょっと近いね。近いよね、あれだと。あれだとね、って感じじゃないからさ。じゃないからね。でも本当ネープールの波もさ、でも本当一本一本ちょっと違うから、ね、それも運もあったけど、すごい入れやすい波と技を、ちょっとよれちゃって入れにくい波、1本目と3本目の違いとか、なんかそういうのがあったから、若干そこはあったけど、全然海よりは運要素は低いから、だから気分とかの高揚はないけどね。そうだね、淡々と進んでいくよね。おーっていうのはないけど、やっぱみんなうまいなって思った、本当にうまいよ、そりゃ、俺もさ、プールなんてさ、ほとんど行ってなかったから、正直、ね、そう正直勝てると思ってなかったから、結構プールってやったもん勝ちじゃないけど、やって癖を分かってリズムとかを自分で作れてる人の方が絶対強いから、正直俺全然1回目も全然ダメだったから、やった時に乗れなくてやばいとか思ってた。最初18人でみんなで入って、そう点数つけられて上位8人だけがラウンド2に行けて、で上位4人がセミファイナル、ね、で2人がファイナルでまんまなった。で俺は結局その
18人から8人に入って、そこから4番に入れて、でセミファイナルで敗退しちゃったんですけど、セミファイナルからしかライブやってなかったから、ね、その前がどうなってるかちょっと、ね、分かんない人もいる。確かに。え、でも結構さ、やっぱきついから切られてるのさ、そうそうね、よし帰るかなんて言ってたら、おーいって言ってるけど、ほんとなんか点数の基準もよく分かんなかったけど、うん、なんかまあウェブプレだから、そうそうそう、わかんないね、本当になんか、まあ、でもみんな楽しくできたんじゃん。そうだ、ね、まあ、負けるのは嫌だけど、でもまあ、うんうんうん、こんなにみんな乗って、みんなのサーフィン見てって感じだったよね。楽しかったし、まあ、で次、来週からね、JPSA の取材したかな、うん、また一宮が始まるから、まあその辺はね、ちょっと JPSA は、うん、多分、俺的にQS とかよりもね、リラックスして、まああの、頑張ってね、勝ちに行くことは勝ちに行くけど、リラックスして、楽しんで。QS だとすごい気張っちゃって、なんか、そうそう、プチンってなっちゃうんだよね。アジアオープンと QS めっちゃもうさ、超前から気張ってやってたからさ、終わった後にもう、わーん。もう私ももう、負けた瞬間、涙腺が崩壊しちゃう。ね、本当に。うわもうどうしよう1年みたいな、めっちゃ落ち込んでたからさ、まあ、それを、まあ、まだ落ち込んでるけど、まあ、ちょっとずつ切り替えてって、まあ、あの2年間試合も出れなかったから、 JPSA の方はね、まあ、その出れなかった分楽しんでね、ちょっと試合、まあ、その今いつも見てくれてる人たちにサーフィンをね、見せて、JP 何試合かあるしね、そうゆっくり、そうだね、でとりあえず4月にやって、そっからしばらくないから、試合をそのしだした JP のしだしたの後に4ヶ月ぐらい多分ないから、3ヶ月ないから、まああのね、しだしたの方楽しんで見てもらえればと思います。俺も頑張って勝つんで、うん、よろしくお願いします。そんな感じで、とりあえず、カメラマンさんもありがとうございました。はい。まあ、次に向けてまた頑張っていくんで、この動画はね、これで終わって、まあ、次、ジャパンオープンの動画楽しみに見てください、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。